皆さんこんにちは、ロシア語の先生です。今日の授業を始めていきましょう。前回の授業では動詞の現在時制の第一変化についてお話ししてきました。今日は第二変化についてご紹介していきたいと思います。第一変化復習しますね。この間はズナーチを例にとって変化しましたけれども、では今日はですねイズチャーチ、これで復習をしていきたいと思います。どんな意味だったか覚えてらっしゃいますか？これは勉強するという意味でした。それでは変化させていきますね。元の形いきます。イズチャーチ、イズチャーチ、やイズチャーユ、やイズチャーユ、トゥイイズチャーイエシ、トゥイイズチャーイエシ、オンイズチャーイエット、オンイズチャーイエット、ムイイズチャーイエム、ムイイズチャーイエム、ヴイイズチャーイエッチ、ヴイイズチャーイエッチ、アニイズチャーイエット、アニイズチャーイエット。はい、こういう風になりました。何のことかわからなかった方は、前回の授業をご覧になってください。では私はロシア語で何か言いますので、聞き取ってどんな意味か考えてみましょう。 V изучаете русский язык、 V изучаете русский язык、Вы слушаете по-русски. Вы слушаете по-русски. 今まで出てきた単語で文章を言ってみました。はい、それでは今日は第二変化についてご紹介していきます。第二変化の代表として例としてこちら、言う話す、ガバリーチ。これを使ってご説明していきます。第二変化は最後のこの3文字イチを取って変化させていきます。ではまたヤトゥイオンムイブイアニ6個に変化させていきます。いきますね。元の形ガバリーチ、ガバリーチ、はい、ヤの時ガバリュー、ガバリュー、トゥイの時ガバリーシ、ガバリーシ、オンの時ガバリット、ガバリット、ムイの時ガバリーム、ガバリーム、ヴイの時ガバリーチェ、ガバリーチェ、アニーの時ガバリアット、ガバリアット。はい、これが第二変化の代表的な変化の語尾です。ではもう一回言ってきますね。元の形からガバリーチ、ガバリーチ、ガバリュー、ガバリュー、ガバリーシ、ガバリーシ、ガバリート、ガバリート、ガバリーム、ガバリーム、ガバリーチェ、ガバリーチェ、ガバリアット、ガバリアットという風になります。第一変化は言う、イエシ、イエット、イエム、イエチェ、ユットでした。第二変化は言う、イシ、イット、イム、イチェ、ユットという風になります。覚えておきましょう。では第二変化をする動詞いくつかご紹介していきますね。今やりました言う話す、ガバリーチ、ガバリーチ。次タバコを吸うという動詞クリーチ、クリーチ。次見るという意味スマトリエチ、スマトリエチ。次覚えているポームニチ、ポームニチ。最後急ぐスペシーチ、スペシーチ。これらが第二変化をする動詞
の例です。第一変化をするものは最後が何々あちとかやちで終わるのが特徴でしたけれども、第二変化はいちとかいえちで終わるものが多いです。初めて見た動詞でこれは第一変化かな第二変化かなと、なんとなく予想することができます。では前回の第一変化のものは、ご自身でやってみましょうっていう風にして終わっちゃったんですけれども、第二変化のものはアクセントの位置が変わったりするものもありますので、先お出ししたもの全部一応一緒に練習していきたいと思います。ではガバリーチの次やりましたクリーチいきますね。元の形クリーチクリーチ、矢の時クリュークリュー、トゥイの時クーリシクーリシ、オンの時クーリトクーリト、ムイの時クーリムクーリム、V の時クーリッチェクーリッチェ、アニーの時クーリャットクーリャット、アクセントがヤの時とトゥイ以降で変わりました。次見るという意味いきます。スマートリーチスマートリーチ、はい、変化させていきます。ヤの時スマートリュースマートリュー、トゥイの時スモートリシスモートリシ、オンの時スモートリトスモートリト、ムイの時スモートリムスモートリム、ブイの時スモートリッチェスモートリッチェ、アニーの時スモートリアットスモートリアット、またヤの時とトゥイ以降でアクセントの位置が変わりました。次ですね、ボームニチ覚えているという意味です。じゃあ元の形からいきますね。ポームニチポームニチ、矢の時ポームニュームポームニュームトゥイの時ポームニシポームニシ、オンの時ポームニットポームニット、ムイの時ポームニムポームニム、ブイの時ポームニッチェポームニッチェ、アニーの時ポームニャットポームニャット、これはアクセントは変わりませんでした。はい、こういうのもあります。最後、さっきご紹介しました急ぐという意味です。元の形からいきます。スペシーチスペシーチ、矢の時スペシュームスペシューム、トゥイの時スペシーシスペシーシ、オンの時スペシートスペシート、ムイの時スペシームスペシーム、ブイの時スペシーチェスペシーチェ、アニーの時スペシャートスペシャート、はい、こういう風になります。さっき you, it, it, im, it, yet とお教えしたんですが、なんか違うじゃないかと思われる方、聖書法の規則というものがあります。ゲ、カ、ハ、ジ、チェ、シャ、シャという7文字は気をつけないといけない文字で、後ろにやとういとゆうを書いてはいけませんという決まりがあります。のでもう一回今出しますと、スペシュ、このシュの字は気をつける文字に今入ってましたので代わりにうを書いてます。最後シャートになりましたけれども、主の音はやー書けないので代わりにあーっていう文字を書いています。そういう場合もあります。では今日の授業はこれでおしまいにします。よく復習をしておいてください。また次の授業でお会いいたしましょう。バカー。